東日本大震災の伝承施設南三陸311メモリアルの顧問を務める高橋和清さん。震災発生から13年を迎える今日、訪れた人たちに向けてあの日の出来事やメッセージを伝えます。目の前に津波が来て、みんな屋上に上がって、屋上に54人避難したんですけども、結局 15.5 メートルの津波にみんな流されてしまって。震災当時、町の職員だった高橋さんは防災対策庁舎にいましたが、避難所運営を指示されたためその場を離れ、残っていた同僚ら43人は犠牲になりました。高橋さんは仲間たちに向け、あの日を未来に伝える場所から祈りを捧げました。最後まで頑張っていったあの姿を、その意味をみんなにこう防災という形でこう伝えていくのが自分の役割だと思ってますので。高橋さんは防災対策庁舎が今後も訪れた人にとって当時の出来事を伝えるための貴重な場であり続けてほしいと思っています。自分の命を守ることについての意識を高めてもらえる、そんな場になっていったらいいんじゃないかと思います。教訓を未来につなぐため、高橋さんはこれからも南三陸町で震災伝承活動を続けていきます。